こんにちは、リンの鎌倉です。今日はコテを使って内巻きのレクチャーをしたいと思います。よろしくお願いします。お願いします。ではまずは毛先から巻いていきます。この挟むところを外側に持ってきて挟んでいきます。コテは何ミリですか？コテは32ミリです。32ミリ。はい。温度は何度ですか？温度は、180度で巻いてます。ちょっと高めなのであんまり挟みすぎないように気をつけてます。低い温度ではダメですか？低い温度でもいいんですけど、低い温度だと跡がつきにくいので高い温度でささっと巻く方がダメージが少ないので、ちょっと高めの温度で巻いてます。なるほど。髪は何か取るポイントとかありますか？毛束は。ポイントは、あんまりたくさんの量を一気に掴みすぎないようにしてるだけですね。なるほど。はい。たくさんの量掴みすぎると、はい、熱が加わりにくくなるのと。そうですね、均一に、内巻きにできないのでちょっとずつ取るのがポイントです。反対側も同じですね。挟むところを外側にして、挟んでいきます。それが内巻きですね。はい。出来上がりました。だいたい今ので2分半ぐらいで全体巻き上がるぐらいですね。そうですね。